夢ラジオ第371回、今日は平成29年7月15日土曜日です。時刻は午前10時半、夏の土曜日朝です。横浜港北、今日は青空ですが空雲が多いですね。ちょっと入道雲っぽいというんでしょうか。夏空です。丹沢は全く見えません。571回目の夢ラジオ、今回は鈴木貫太郎を取り上げます。鈴木貫太郎さん、大東亜戦争の末期組閣し、終戦内閣鈴木貫太郎は高校日本史でも覚えなきゃいけない首相ですね。海軍軍人、攻撃者を出て海兵14機、この夢ラジオでもお話しているように、攻撃者を出て海兵、そしてその後名のある海軍軍人になった人多いですね。その中でも最も有名な人がこの鈴木貫太郎。今玉舎に通っている生徒にも、まあ宝部武史とか高橋三吉とか大隅峰夫、ああ加藤博晴も、このような人たちを並べても反応ありませんが、鈴木貫太郎も玉舎だよなと言われれば、あそうですねみたいな。海兵14機、水雷畑を歩きました。日露戦争では大活躍、戦艦3隻魚雷を命中させたとか。ですから鈴木貫太郎、日露戦争の英雄の一人、特に水雷畑ではまあ権威となっていったんですね。単に魚雷っていうのもそのままスポンとね、相手めがけて撃てば当たるってもんじゃ全然なくて、こちらの艦の速度、敵艦の速度、距離、そしてどの魚雷を使うか、どの角度で、潮流はとうとう、もう全てを計算して撃たなきゃいけない。その魚雷攻撃、雷撃と言いますね、雷撃技術において帝国海軍、その理論を精密にした人でもあります。だから帝国海軍の雷撃といえば、まあ鈴木貫太郎なんですよ。やがて海軍の軍令部長、連合艦隊
司令長官、海軍大将にもなってましたよ。そしてこの頃、昭和天皇の侍従長になるという話が持ち上がって、宮中に入るわけですよ、鈴木さんは。昭和天皇の信頼扱ったようですよ、鈴木侍従長ですから。まあさっきは日露戦争の活躍だの、連合艦隊の司令長官だのと申しましたが、まあある年代超えてくれば、もう鈴木さんは侍従長としてのなんかお人と見えるかもしれません。昭和天皇の信頼厚い、その時侍従武官だったのが阿南惟一。だから阿南さんと鈴木さんは、まあ宮中でもタッグ組んで昭和天皇をお守りする。やがて大東亜戦争、戦局は日増しに悪化。昭和19年に成立した小磯内閣も何にもできず、そして昭和20年、もうここは終戦しかないけれど、国体護持の終戦を、陸軍海軍を抑えられるのは鈴木貫太郎。陛下恐れ多いことでございます。私はもう70を超えておりまして、とてもとても首相などという大きな任に頼るものではありません。ここはどうぞご辞退させていただきとうございます。鈴木、そこを曲げて頼む、お前しかいない。昭和天皇がそう言いましたね。鈴木さんだったら日露の英雄ですから、海軍内の左官や医官でも抑えられると。そして陸軍にもですね、そこまでの戦歴あればある程度の抑えも効くと、そういう人選だったんですよ。もう70歳超えていて耳も遠かったんですね、この時。あ、2年ぐらい前に日本の一番長い日っていう映画リメイク、主人公阿南惟一を役所広司がやってましたね。山崎努がね、この鈴木貫太郎を演じていました。いい演技でしたよ。山崎努が鈴木貫太郎、この組み合わせもありかみたいな。けれどその山崎が演じる鈴木貫太郎、映画の中でも耳に手を当てて人の話を聞いてましたね。あれはそうなんですよ、鈴木さんはもう耳に手当てて人の話聞かないとちょっとよく聞こえない。まあ海軍生活の中で砲撃をガンガン聞いたから、もう耳が遠くなっちゃったんでしょうね。そんな私に曲げて頼む鈴木。だからその鈴木さんが首相になる時の国民に向けたスピーチ残ってますけど、もうこれが最後のご奉公ですと、これで死に死にばな咲かせますと、もうね、死にばな咲か、ああいうなんていうか総理就任会見も珍しいんですけど、これですみません笑っちゃいけないですけど、死にばな咲かせますとね、我が屍を踏み越えて国民諸君は進んでいってもらいたいみたいな、この我が屍を越えて踏み越えていってもらいたいはね、陸将となった阿南惟一も陸軍を抑えるときに最後に使いましたね。不服ある者は我が屍を越えていけ、
陸将である私を殺してから決起するならしろ。とはいえどうでしょうね、この鈴木さんのことを悪く伝える記録とか歴史はないし、それは確かにそうなんです。修正持っていったんだけど、あまりにも遅かったと思いませんか。4月に組閣して8月までかかってますよ。その期間の間に沖縄戦、原爆の投下、各都市の空襲、シベリア侵攻、どれぐらい死にましたか、どれぐらい傷つきましたか。遅いんですよ。しかも何やってたかというとね、東郷外相っていたんですが、この人がなんかソ連を仲介とした、ね、ソ連を仲介とした和平工作ってもうウルトラシーみたいなこと、しかもソ連はもうその時数ヶ月経ったら日本に攻撃して領土も奪おうなんて思ってるんですよ、スターリンは。そのスターリンに向けてですね、和平工作やってくれませんかみたいな、こんなことや時間空費してるんですよ。しかもポツダム宣言がね、ポツダム宣言が来てもグダグダやってて、最高戦争指導者会議でも決まらなかったんですよ。ほんで黙殺と日本の新聞に出たもんだからね、だから原爆投下の口実になった。で原爆投下され2発もで、ソ連が満州に侵攻してくるに及び、どうしようもなくなり、それでも決められずに昭和天皇の聖断仰ぎ、私はどうなってもよいから国民をこれ以上傷つけるわけにいかぬと。昭和天皇もこの時は泣いたそうですよ。そりゃそうですよ、泣きますよそりゃ。だから鈴木さんね、修正内閣っていうけど、ことごとくパッシブなんですよ。自動系なんですね。積極的にやってないんですよ。そしてどうしようもなくなって、はい終戦と、最悪の形で迎えましたよ。考えうる限り最悪の形ですよ。各都市空襲され、満州にソ連の侵攻を許し、原爆投下までも許しての敗戦。だから同意をと責任免れない、こんなグダグダ政治やったことの。だからまあもともと年いってたっていうのもありますけど、戦後すぐに鈴木貫太郎は亡くなりましたね。あまりポジティブに語れない人だと私は思いますが、どうでしょう。もう少しね、どうせ死に花咲かせるって言ってるんだったら、もう死を覚悟してもう終戦工作をあからさまに進めるべきだったんですよ。鈴木さんは、俺は死んでもいいと、もう十分生きてると。ああそうそう、鈴木さん語るときに226事件で襲撃されてるってこともお話ししないといけませんね。昭和12年の226事件で襲撃された一人。ただしこの時には数発の銃弾を受けた後、まだ息があって、で奥さんが体の上にのしかかって、とどめだけは、まあそう言われて軍人たちも敬礼して出て行ったみたいな、これ映画にもなりますよね、このシーン。それで夫人がとどめだけはってやってくれたおかげで生き残ったんですよ、鈴木貫太郎さん。だったら後の命はもう、しかも終戦を目標にした内閣だったら命捨てて、もう226で捨ててるんだから。それにしてはグダグダでした。我々では決められませんから、昭和天皇お願いしますですよ、最後の御前会議でも。あくまでも徹底抗戦を言う穴見、梅津、豊田、この辺に対して殺すぞ、
本当に殺してもよかったかもしれないんですよ、もう。そしたらその大事件が、その大事件が本当に国民を覚醒させる、我が名誉もどうでもいいじゃないですか、命も。戦後すぐに亡くなって鈴木さんのあの火葬からは226で受けた弾丸も出てきたようですね。だからずっと体の中にあったんですよ、数発撃たれてるんです。だからあのとどめ刺さないで、であのとどめ刺さなかった人もこれで殺してると思ったんでしょうね、これだけバリバリあの撃ちまくったから生き延びたんですね。で終戦で組閣けれどグダグダ、鈴木貫太郎終戦内閣の組閣と語られますが、それだけですね。早くしてくれたわけでもない、まあ老人だったからといえばそれまでですけど、死に花咲かせるっていうんなら本当に死に花咲かせてほしかったですね。どれだけの国民がそれで助かったでしょうか。夢ラジオ571回、今回は帝国海軍の軍人、大東亜戦争終戦内閣主犯となった鈴木貫太郎取り上げました。外は明るい土曜日です。